山陽新幹線の岡山駅と新大阪駅の間が開業して今月15日に50周年を迎えるのに合わせて JR 西日本は記念のキャンペーンを行うと発表しました。 JR 西日本岡山支社の平島道隆支社長が今日会見で明らかにしたものです。山陽新幹線は岡山駅と新大阪駅の間で1972年3月15日に開業し、これまでに延べおよそ30億人が利用しました。開業50周年を記念して今月15日から地元企業とコラボし、岡山駅限定の駅弁や地酒、地ビールが発売されるほか、新神戸駅から岡山駅間の停車駅5駅の記念入場券を3000セット限定で販売するなど、さまざまな企画が行われます。キャンペーンの期間は今月15日から今年12月末までで、今後、岡山後楽園や大原美術館での企画ツアーなど、50周年を記念した旅行商品の発売なども予定しているということです。岡山の地におきましては、この間、瀬戸内国際芸術祭であるとか、岡山芸術交流、さらには岡山城のリニューアルオープン、イベントも盛りだくさんの機会でございますので、ぜひ相乗効果をですね、高めてまいりたいなと。今月15日には、JR 岡山駅で開業50周年を記念したセレモニーが行われます。